証拠が少なすぎて犯人がわかりません。ここが絶望プリズン？そうか、ルイちゃんを初めて来るんよな。待ってたぞ、人間。誰？おお、お前もこいつらの仲間になったのか。ちょっと待って、一目で分かったの？猫彦お前。見た目だいぶカラッと変わったのにな。私たちは、この絶望プリズンの管理人です。管理人？まあ、詳しいことは、お前らで勝手にいろいろやってくれ。はあ、どうせ今回も話し合いをするんだろ？時間もねえし、さっさとしろよ。ちゃんと時間取ってくれるんやな。今度もよろしくお願いしますね。それじゃあ、ドッペルゲンガー退治、開始だ。よっしゃ、行くぜ。よっしゃ、整理から。整理か。じゃあ、早速、事件の整理からしていきましょうか。まず、事件の被害者は2人いましたね。1人目の被害者が、森園かな、うさぎさん。2人目が、白川杏さんでした。そして、この2つの事件に共通していたのが、謎のピエロによる同一犯の犯行で、事件前に必ず動画が送られてきたという点でした。それに、動画でピエロは、これはお前たちへの復讐だとか言ってたよね。だから俺たちは最初、いじめが原因で自殺したカラさんの幽霊が犯人じゃないかと思ったんだ。幽霊っていう突飛しょうもない犯人にしているからね。世の中の幽霊がさ、ちょっと身震いするよ。俺死んだのにまだ犯人扱いされてんのって。しかし、実際にはカラさんは自殺なんてしてなかったんだよな。はい。ということは、あのピエロは幽霊ではなく人間だったってことですね。ここまでが先ほどの調査で分かったことでした。そうだったね。だけど、ピエロが人間だとするならば、この事件において一つ説明がつかない点が出てくるんだよな。屋上から中庭への瞬間移動。けどさ、これ俺が言ったことでさ、どうにか説明つくんじゃないかな。この4人はさ、まだ今、その、ピエロが1人っていう固定概念があると思うよな。これが2人だったらさ、俺が言った通りでどうにかできるんやけど、これさ、もしかして尋問の質問でさ、レベル3とかになったらさ、犯人はあなた1人ですかみたいな質問あるんかな、もしかして。そういうところちょっとついていきたいな。尋問パートの戦略として。それは、うさぎさんの事件で起きた瞬間移動だよね。そうだったね。最初、ピエロは屋上から中庭に一瞬で移動したんだったね。あれは驚いたよな。ドッペルゲンガーには漫画みたいな特殊能力があるわけでもないんだし、なんでちょっとなーだけさ、ちゃんと青文字で一緒に混ぜてもらったんだろうな。なんでなーだけで特殊能力と一緒に青文字で混ぜてもらったんだろうな。特殊移動なんて人間じゃ絶対できないよね。まあ、それは確かにそうですが。犯人はどうやって一瞬のうちにあの距離を移動したんでしょうか。実は移動してないっていうのが俺の説。屋上から中庭に飛び降りたことが？ルイ君、ダイナミックな推理は素敵ですが。さすがにそんなことをしたら死んじゃうんじゃないですか？そっか。そうだよね。どうしたんだ？ペーロが最初に送られてきた動画をもう一度見直してみない？何かヒントが隠されてるかも。おっと。それはいいアイディアっていうかさ、そこにはほころびがあるんじゃないかな。例えば、動画のピエロと実際にいたピエロがさ、若干違いがあるとかさ。てか、あれか！動画の中のうさぎちゃんが実はうさぎちゃんじゃないんじゃないかっていうか、これ、その動画でさ、わかるんじゃね？あ、これよ！よう考えたらさ、この時点ではなんかピンクでなんかごまかされとったな、これ。ちゃんと見えてないってことの、を表しとんかな。動画上ではあんまりうまく見えてないっていうのをこういうピンクで表したのかな、このゲーム的な演出で。つまりさ、これがウサギちゃんに見えるってだけでさ、本物にウサギちゃんっていうところまで分かってないんちゃうかな、これ。動画が遅れてきたのは、あ、時計の方か、もしかして。時計なん。あ、時刻が全然違うんか、もしかして。うん。部活も休みだし、早く帰る。部活やってるよー！部活やってないっすか、これ。サッカーやってる。サッカーやってるわ、これ。動画を見て、屋上に向かった。でも屋上に着いた時には、すでにピエールとウサギちゃんは中庭に移動していた。さあ、どうなる？ 1 分も、どれどれ？いろいろ飛ばしすぎた。セリフ読まずに飛ばしすぎたけど。時計か。時計か？まあ、時計か。時計だな。時計か？あ、間違えた。戻っちゃった。ちゃうな。時計だったらさ、犯人がアリバイのために時計がちゃんとその時間帯になる時に撮っとうかもしれんけどさ、グラウンドまではちょっと考えてなかっただろ。グラウンドに生徒がおるんじゃ、部活やいるサッカー部。じゃあ、そういうことじゃ。そっちやな。そうか。わかった。コートリックのヒントはグラウンドにあるんだ。グラウンドですか？ほら、グラウンドを見てほしいんだけど、これってサッカー部の人が映り込んでるよね。本当だね。でもそれが何のヒントに？つまり、部活休止期間、部活やってはいけない期間じゃない時に取ったけん、こう、活動してるんだ。行動が遅れてきた時はテスト期間で部活は休みなはずだよね。あ、そっか。だから、グラウンドでサッカー部が練習しているなんてありえないんだ。なるほど。よく気づきましたね。でも、それってどういうことだ？部活動は停止のはずなのに、サッカー部がグラウンドで部活をしてる。このことから考えられる週刊移動トリックの真相は、数日前か。あー、だったら俺の、あれやな。ピエロ二人説は破られるな。普通に破られてしもうだな、ピエロ二人説。あー。あんちゃんとその協力者って思うとったけどさ、あんちゃん関係なかったな、これ。こうなると。あんちゃんのために、復讐してるけど、あんちゃんは実は関係なかったか。うん。この動画は事件が起きる数日前にあらかじめ撮られたんじゃないかな。そもそも動画が送られてきたあの時、最初からウサギさんとピエロは屋上なんかにはいなかったんだよ。そっか。てっきりあの動画は事件が起きたのと同時に撮られたものだと思い込んでたけど、違ったんだね。そう。これが週刊移動のトリックの真相だと思う。なるほどですね。見事に騙されてしまいました。なるほどな。ん？でも、後ろに映ってるウサギは何なんだ？これは、おそらくマネキンか何かにウサギさんの格好をさせただけだと思うよ。うん、それは偽物なんでな。うん、うまく隠してるし、何よりちゃんと縛れてないよな、これ。腕の部分ちゃんと止めてないな、このロープ。なるほど。このピエロ、頭いいな。つまり、これで瞬間移動のトリックの謎は解きましたね。うん。これでスッキリですね。ピエロは幽霊なんかじゃありません。だから、カラさんの幽霊だと思い込んでたのは間違いです。あ、そうか。この4人はこのトリックの裏が取れんけん幽霊だと思っとったんか。いや、それにしたってさ、こっちのトリックがある方の方を先に考えるけどな、俺は。幽霊説はなかなか考えにくいわ、お前。いくらドッペルゲンガーがおる世界観かなとしても。そっか。でも、現場に落ちていた脅迫文には、お前らに復讐してやるとか、明らかに意じめられていたカナさんを濁すようなことが書いてあったよね。それなんですが、おそらく犯人は自分が犯人だとバレないためにわざとカナさんの復讐に見せかけたんでしょう。そのためにわざわざ幽霊に見えるような瞬間移動トリックなど面倒なことをやったわけです。あ、そうか、そういうことか。じゃあほんまにカナさん関係ないんやな。あ、でもあれだよな。これあの5人組のさ、お互いの、てかさ、2トップに対する他の3人がさ、日頃のさ、復讐っていうことであの2人にやり返すってなったらさ、ほうか。カナさん関係ないわ。関係あるかもしれんけど関係ないわ。なるほど。確かにそう言われると納得かも。じゃあ問題は誰がカナさんの幽霊のふりをして犯行に及んでいたか。被害者の2人に関係している人物を挙げると、美香子さん、アリスさん、マチさんの3人ですね。そうやな。あのグループは上辺だけの関係で仲が悪そうでしたし、あのグループの中にリーダー格の2人を恨んでいる人がいても何ら不思議ではありません。そうやな。それはそうだな。それじゃあまず3人について少し整理していきましょう。まず美香子さんは、彼女は自分に芯がなくアンさんの言うことにただ同調しているようでしたね。それに彼女はウサギさんたちから目をつけられるのを怖がっていました。そうだったな。そして次にアリスさんですが、彼女はあまりグループ内でも好かれてはいなかったみたいですね。一人だけ原宿で仲間外れにされてたし、あれはかわいそうだったよね。はい。それにアンさんからの証言で、アイスさんは自分を守るためによく嘘をついていたみたいです。あいつが嫌われていた原因はそれが大きいだろうな。あんまり嘘つかれたらさ、人間としてちょっと嫌になるもんな。最後にマチさんですが、彼女は別に仲が悪いわけではありませんでしたが、ウサギさんが襲われた翌日、アンさんの誘いを断って少し気まずい空気が流れていました。こんな感じでしょうか。そうだな。気まずい空気ね。なんかの準備をするためにアンちゃんの誘いを断ってでも抜けたって感じかな。なんだったりしてね。難しいな。証拠なかったもんな、ほんま。証拠が少なかったけどさ、尋問やな。これ以上話し合っても犯人の正体はわかりませんね。ここから先はドッペルゲンガーに尋問して真実を暴きましょう。そうだね。よーし、どうやら話はまとまったみたいだな。それでは第2回絶望裁判開演です。第2回とかさ、そういうなんか甲子園大会みたいな感じで言うなだお前。こっちはさ真剣にやってんだよ。行くぜ。あ、いちいちこれ出るんだね。動機はまああれなんだろうけどな。容疑者は今回3人になるわけで。誰これ。あ、かなちゃんか。あ、これかなちゃんか。そうか、白様だと思ったらかな様だったやな。うん、こんな感じ。回答文。ドッペルゲンガーである何々はカラーと何々だったにもかかわらず、友達だったにもかかわらずいじめられたカラーをカラーと、ドッペルゲンガーである誰かさんがカラーと多分友達だったにもかかわらずいじめられたカラーをいじめられたカナをどうにかした。その何々のために復讐のために2人を襲ったって感じやけど、さてちょっとこれな、第1章のパターンがあるけんさ、第1章のいきなりの逆転パターンがあるけんさ、もうちゃんとここ質問していかなあかんわけよね。カナと面識があった。2人を恐れていた。標的はグループのメンバー、学校の生徒、単独犯。あー、これちょっと俺の複数犯パターンのやつ、ちょっと一応ね、ほんまにレベル1から出てきたんじゃ。まあ、これちょっとさ、個人的に関係ないかもしれんけど、質問しておきたいかってね。イエス、単独だったわ。2人を恐れていましたかっていうのはちょっと重要なところやけん、ここでも質問しておきますね。イエス、まあさすがに恐れとるわな。標的はグループのメンバーでしたか。はい、やってみましょう。まあそうじゃわな。どうでもいい質問してない俺。学園の生徒じゃないってことあるこれ。それはないだろう。ドロー。2人のことが好きでしたか。ちょっと質問してみるか。の、好きじゃなかった、嫌っとったんやな。じゃあなぜだろう。面識はあるだろう。いくらなんでも面識はあるだろう。これは違うな。学校の生徒、カラと面識、カラちゃんとの面識はあるだろう。確認してみた。イエス。そうやな、カラちゃんのための復讐やもんな、これ。やっぱり。そうやな、このさ、重要になる部分っていうのをさ、質問でさ、尋問でさ、出さんかったら、レベル上げれんのやな、これ。だから、短いターンで済ますには、そういう質問をぶつけていかなあかんわけだな。反抗して、あなたは満足ですか。やってみよう。満足じゃなかった。全員やれてないから。最近カナと会いましたか。あなたはカナを直接いじめていましたか。なかったな。なかった。一応やっとこう。ノーですよね。慎重に行き過ぎよんかな、俺。え、あなたは最近学校に来ていましたか。来てない。これノーで出たらカラちゃん自身ってものになるんじゃん。あー来てたわー。やばい。どれが確信に迫るやつだったんかな。落ち込んでいた。ピエロに変装していたことに意味はありますか。あるの。あるよな。演劇部。え、待てよ。演劇部っていう情報のキャラクターおるか。でもあ、来た。裏切ったことがある。ちょっと気になるけんさ、単数がやばいけど、もうちょい引いちゃうもんね。過去はあなたには本当のお友達がいましたか。イエス。ここまでか。過去はあなたには本当の友達がいましたか。あなたは大事な人を裏切ったことがありますかっていうことを。なんかちょっと裏切ったってワードがさ、アリスちゃんのこの自分を守るために嘘をつく人だったっていうにちょっと当たるな。だからそれでちょっと言ってみようかな。なんかちょっと俺、質問ぶつけるの下手やなーって思いますね。アリスちゃん。カラと、親友だったにもかかわらず、いじめられていたカナを見捨てた。その、え罪滅ぼしかこれ。ああ、そういうことなんか、もしかして。あ、こういうこと、こっちボタンか。友達だったのになぜかいじめられたカナをどうこう。そういうこと、もしかしてこういうことだな。アリスはカナと親友だったにもかかわらず、いじめられたカナをって、そんな感じで。これかな？違ったー！親友ではある、見捨てた、罪滅ぼし、アリスちゃんではありませんでした！あらららら、ミスったわ。質問が下手くそすぎてさ、全然わからなかったわ。カナとの面識を面識があった。なんかさ、重要なもう手札を引くまでちょっと引かんかったらあかん感じになったのよな。この犯行はカナが望んだことですか？これノーって出るんちゃうん？ノーだ。やっぱ自分がどうにか罪滅ぼしってあったもんな。じゃあ誰が罪滅ぼしたんだって話になるんか。そのヒントがあって最近来とった。これは別にいいや。意味がある。ね、意味があるんやな。ピエロであることに意味があるもんなん。カナと会いましたが、会ってないってあったな、さっき。あ、これもちょっと重要な質問って呼んであったよね。確信に迫る質問。裏切ったことがある。じゃあ誰が裏切ったのかっていうのがちょっと。あなたはずっと昔からグループにいたんですか？いなかった。最近、あ、ちょっと待って。いなかったって、ちょっと待って。おったな。おったっていうか、まちちゃんで。まあ、この質問にたどれ、なんかランダムやけんか。質問の内容がランダムやけんさ、ここまで来れんかったっていうところあるんかな。あ、間違えた。なんかいろいろと間違えたんやけど。親友だったにもかかわらず、その、恩返しちゃおうだ。罪滅ぼし。これじゃ、まちちゃんか。この昔からグループにいたんですかっていう質問がさ、たまたまさ、引けんかったんじゃん、俺。これが出たらさ、まちちゃんのこと思い出しとってさ、答えて出とったのに、ちょっと、運要素もあるんかな。ってことだったんじゃな。あれか。俺の推理の線は悪くなかったんやけど、その言い訳になるかもしれんけど、質問のさ、ガチャがさ、うまくいいもんが当たらんかったってところもあるんじゃないかなって思います。なんかパッとせん質問ばっかだったな。この3人のうち誰だろうっていう絞り込みができん感じで。猫巻まちさん、君がドッペルゲンガーの正体だ。目がやばいことになってる。徹夜してるな、これ。おお、大正解。今回のドッペルゲンガーは彼女でした。マチが、ドッペルゲンガー？じゃあ、あのピエロの正体は？そうだよ。そうだよ。私が、今回の事件を起こしたピエロの正体。猫巻まちのドッペルゲンガーなんで。今回の事件は、さっきあんたらが暴いたように、すべてはカナちゃんを裏切った私の罪滅ぼしだったの。なんだろう、どこからその罪滅ぼしっていう言葉を推理すればよかったんか、ちょっと俺にはわからんかったな。罪滅ぼし。もともと私はカナちゃんと同じ演劇部の部員だった。あ、だから演劇部からああいう道具持ち出してたんやな。あれが、じゃあ、演劇部にあった写真は？クラちゃんと写っていたのは私。私とクラちゃんは親友だったんだ。だけどある日、あんたちのグループからクラちゃんへのいじめが始まったの。最初の頃私は気にせずクラちゃんと一緒にいたんだけど、ある日、私はあんたちに呼び出されて、クラちゃんとこれ以上関わるなら私もいじめの標的にされるって言われて、私はそれが怖くて、クラちゃんと関わるのをやめたんだ。なるほどな。だからさ、グループの中では、あざの方に、加わったメンバーだったんだな。いや、難しいな。やっぱ質問でさ、昔からのグループでしたかっていう質問があるんとないのででもさ、まちちゃんにたどり着くにさ、ちょっと届かんのよな。2章目でさ、さらにちょっと勉強できたっていうかさ、学んだところがあるな。その確信に迫る質問をさ、早い段階でぶつけて、レベルの高いやつ手に入れんかったらさ、ほんまに犯人絞り込むための質問がなかなか手に入らん場合があるんやな。そういうちょっと作戦で第3章からいかなあかんな。ほんまにそういうさ、ほんまに絞り込む質問がこんかったらどうしようもないぐらいに絞り込めんのよな。それからすぐクラちゃんは学校に来なくなったの。私に裏切られたのはよっぽどショックだったんだと思う。私はクラちゃんを見捨てたことにすごく後悔した。だけど私は、その後、あんたたちのグループに入って、いじめられないように振る舞ってたの。嫌われないように、みんなのご機嫌をとって、いつもヘラヘラ笑ってさ。私は心の中で自分がいじめられないことに安心してたんだ。でも、そんな風に思っている自分が気持ち悪くて仕方がなかった。そして、私はクラちゃんに対する罪悪感から絶望し、ドッペルゲンガーが生まれた。これが私の生まれた理由だよ。そうか。じゃあ、ウサギデさんたちを襲ったのは？あれは、すべてものを罪滅ぼしのつもりだった。彼女たちにクラちゃんが受けた痛みを少しでも知ってほしかったから。そうすることで、自分の罪悪感も和らぐかと思ったんだ。ほんと、自分勝手だよね。やり方はどうあれ、自分が間違いだって気づけたんは、良かったとは思うんやけどな、俺は。ただやり方がな、あれだけさ、暴力に訴えるピエロになりすますのはちょっとな。ちなみに、カラちゃんが自殺したって噂を流したのも私なんだ。アホなんじゃ。え？でも、どうしてそんな噂を？もしカラちゃんが自殺して、その幽霊が復讐しに来たとあんたちが知ったら、みんなもっと恐怖を感じて、自分たちのやったことに罪悪感を抱くと思ったの。なるほど。まちちゃんはずっとカナさんを見捨てた罪悪感に苦しんでいたんだな。それってまちちゃんも辛かったよね。は？私が辛い？本当に辛いのはカナちゃんだよ。私なんて、ただ逃げてばっかりの卑怯者だ。そんなことない。確かに、いじめられていたカナさんが一番辛かったと思う。でも、まっちゃんも相当辛かったはずだよ。そうやな。罪悪感と自分の保身との間でさ、葛藤しとったんやな。まっちゃんは。けど、結局、その罪悪感の方に、念を縛られて、保身をやめて、こういうさ、行動に移った。トップ2人にあんな集中するんは良くなかったと思うけれど、悪いと感じたんは、良かったと思う。なんだよ、いきなり。でもその決断をするのもまたまた辛かったんだろうな。あんたに私の何が分かるって言うんだ。分かるよ。私も今まで逃げてばかりだったから。え？私はずっと周りから自分を否定されるのが怖くて、ずっと逃げて、そのために苦しんできた。でも私は逃げることをやめて変われたんだ。周りなんて気にする必要なんてないんだよ。マチさんがしたいように、マチさんが正しいことを思うことをやればいい。そんな簡単に言わないでよ。それで嫌われていじめられたらどうするの？別に嫌われてもいいじゃん。え？嫌われたっていいんだよ。大丈夫。その時は私たちがついてるから。ルイちゃん。君さ、強くなったな。大師匠とまるで別人やぞ。見た目だけじゃなくてさ、精神的にも。ほんまに君は強くなった。うん。そうですね。オカルト部はいつでも誰でも大歓迎です。ああ。なんだよ。なんなんだよ、お前ら。おかしな奴らだな。私は、母ちゃんに謝りたい。許してくれないかもしれないけど、まず私がやらないといけないことは、気づけたら大事だと思う親友に謝ることだと思う。うん。私たちも応援するよ。どうやら話がまとまったみたいだな。それでは今回の事件についてまとめると、ドッペルゲンガーであるマチさんは、いじめられていたカナさんを見捨てたことを後悔していて、その罪悪感からドッペルゲンガーを生み出した。そして、カナさんへの罪滅ぼしのために事件を起こしたというわけですね。これでドッペルゲンガーの正体と動機が暴かれた。てなわけで、ドッペルゲンガーの浄化に移るぜ。それでは、猫巻マチさんのドッペルゲンガーを浄化します。お願いしまーす。やっぱ質問の内容だったな。罪滅ぼしなんか別にさ、別にいいよ、罪滅ぼしなんて。たださ、その、主犯格2人じゃなくてさ、他の3人がさ、3人のうち誰かっていう絞り込みがさ、質問一つでさ、ようやくできたわけやけんさ、今回は。そう質問にたどり着くかどうかっていうのが一つとさ、マチちゃんって分かったっていうキーポイントだったけんさ、手に入る質問やな。で、その質問をうまく手に入れるためにも、確信をついた質問出してレベル上げなあかんのやな。うん、頑張ります。第3章はうまくやります。浄化されたマチさんのドッペルゲンガーは光となって消えていった。浄化完了です。まだまだ一件落着だな。記憶。二人目のドッペルゲンガーを退治するなんて、お前らなかなかやるじゃねえか。うん、一回ゲームオーバーになりましたけどね。あ、ありがとう。それでは約束通り記憶を戻しますね。準備はいいね。うん。指の音が鳴った途端、俺は急にめまいがして、その場に倒れた。どんな感じ？親の都合で東京の中学から転校してきました。よろしくお願いします。ざわ。まあ、また転校か。友達を救い直さなくちゃ。でも、どうせまたすぐ転校だろうし、友達を作る意味なんてあるのかな。ねえ、君。東京から来たなんてすごいね。俺の名前はまさきって言うんだ。よろしく。よろしく。今日の帰り、俺たちと一緒に帰らねえ？いいけど。よし。じゃあ、決まりね。君は今日から俺たちのグループのメンバーだからね。グループ東京の話、いろいろ聞かせてよ。わかったよ。この転校生は、もしかして、俺か？それに、この、まさきって名前。確かに聞こえぶりがあるな。後々出てくるんか、まさきってやつが。ポイントが足りないよ！ポイント回復したんで、やっていきます。最後のチャプター。4人目のオカルト部。それから、数日後、前にもこの言葉出てきたな。俺は学校からいつものバーに帰り着いた。ここがもう完全に拠点になってしまったというか、ここで住まわせてもらってるからな。おかえり。およ、信行くん、おかえりなさい。シロ、帰ってくるのが遅いぞ。ほら、信行くんも早く起きて手伝って。みんな、何してるの？急遽オカルト部の歓迎会をすることになったんですよ。あ、だからこの4人目のオカルト部ってことか。そうか。ルイちゃんの歓迎会か。俺の時やってくれてないよな。俺の分やってくれてないよな。歓迎会誰の？あれ言ってませんでしたっけ？資格。どうしたシロ、その資格。実はマジさんなんだろう。ドッペルゲンガー退治した相手がどんどんオカルト部に入っていくという謎の流れができてる。シロ、お前もしかして裏で何か契約交わしたん？マジさん？そうなんだ。チャース！よかった。マジさんは見た目がガラッと変わって出てくるわけでもなかった。ルイちゃんはルイちゃんやけんな。千年パズルでなんかもう一人の僕が出てくるかなって、そういうことも考えたけど、そういうんではなかったわ。そのネックレスは別にそういうデザインなだけか。遊戯王が好きなだけか。あ、もう来ちゃった。これは想定外の速さですね。ローラースケート履いてるからな、こいつ。さすがに店内では履かないでおいてほしいな。ずっこけて、コップとかが割れたら大変だ。なにこの飾り付け。どんな声で読みよかったっけ、このまちちゃん。なにこの飾り付け。もう一回言って、私のため。途中だけど、そんなところだな。そんなに気を使わなくていいのに。でも、ありがとう。すっごく嬉しいよ。割とまちちゃんって謙虚っていうか、素直な子なんやな。記念すべき新メンバーの歓迎会ですからね。でも俺とルイちゃんの時やってくれてないよ。言わないわけにはいきませんよ。みんなありがとう。私、みんなのおかげで自分の弱さに気づいたんだ。逃げてばかりだった自分を変えられたのは間違いなくオカルト部のみんなのおかげだから、次は私がオカルト部に入って恩返しをしたいと思ってるんだ。そうか。まちちゃんって結構恩義を結構友達関係大切にするタイプなんやな。そっか。でもだからこそさ、復讐って方向に歩み出したんやもんな。そうか。それは素晴らしい心意気ですね。だから、そのためにはまずは自分がちゃんとしないとって思って、カラちゃんに謝りに行ってきたの。カラさんの自宅にですか？うん。それで、カラさんには会えたのか？玄関でご両親に門前払いされちゃった。そうですか。でも私、諦めないよ。カラちゃんが許してくれるまで、毎日謝りに行くつもり。そっか。きっといつかカナさんが心を開いてくれるといいね。そうだな。まちちゃん結構いい子じゃん。それじゃあここらで歓迎会を始めちゃいましょう。乾杯。ふうふうふう。どうしたアブさん、ドラえもんみたいな声で出てきやがって。いいわね、若いって。それから数時間歓迎会は続いた。それじゃあね、また明日です、のびゆきくん。じゃあな、バイバイ。うん、また明日。何気に女の子が出てきたからな。女の子がさ、何気に一人追加されたからな。貴重な乙女枠ですよ。いい子っぽそうだもんな、まっちゃん。いい友達じゃないか。そうだね。あ、そういえば、あんた宛てに手紙が届いてたわ。俺に手紙？手紙？ここに来て過去の知り合いから手紙が来たって感じ？記憶を思い出す内容以外からもなんか、記憶に関する情報が出てくるんで。これ重要やな。どうしてこの住所に俺の手紙が？さあ、そんなの知るわけないでしょ。とりあえず、あんた宛ての手紙だし、中身は読んでないわ。はい。俺、なんか紙、この紙どっかで見たことあるな。なんか前にもこの紙と同じような紙見たことあるんだよな。流行ってんのかな、手紙にこの紙の材質使うの。どうも。一体誰からなんだろう。手紙の宛先には何も書かれていない。もしかして、京都と猫彦か？あいつらだったらさ、心に直接語りかけてくれればいいんやけんさ、手紙とかいう回りくどいことせんでもいいと思うんやけど。これは誰だ？もしかしてエロサイトの請求か？これ以上邪魔をするな。これは警告だ。もし警告を破ったら覚悟しろ。なんだこの手紙。わあ、意味深な終わり方しやがった。ほんまになんだよこれ。